モスのスノーマン渡辺翔太、ラウールに続きキンプリ永瀬廉の顔面にシールで怒り浸透もファンの早とちり。当該店舗の謝罪と回答。ジャニーズ事務所の創始者である故、ジャニー北川氏による性加害問題で、スポンサー離れに歯止めがかからない。9月7日に行われた同事務所の記者会見後に、東京海上日動火災保険、日本航空が同社タレントを起用しないことを明言すると、コンプライアンスに厳しい外資系企業や国内大手企業も次々と後に続いた。そんな中ファンをざわつかせているのが、現在すでに出回っている同社タレント出演の掲示物の取り扱いについてだ。モスバーガーを展開するモスフードサービスは、CM にスノーマン、渡辺翔太さん、30、とラウールさん、20、を起用していましたが、13日に起用継続なしを発表しました。同日、とある店舗でポスターに映る渡辺さん、ラウールさんの顔が、テイクアウトを持ち帰りいただけますと書かれた張り紙のようなもので覆い隠されている画像が出回り、タレントに人権はないのか、と SNS 上で大炎上。同社は同日中に公式サイトで謝罪文を出すに至ったのです。アイドル雑誌編集者。